スパルタクス、または、スパルタクは、アラム・ハチャトゥリアン作曲のバレエ作品。ガイーヌに並んで有名な作品である。この作品は、ローマに対して反乱を起こしたことで知られる奴隷たちの指導者、スパルタクスの偉業を題材とした作品である。ハチャトゥリアンは1954年にバレエ音楽を作曲し、これによってその年の霊人賞を受賞した。 本作は1956年にレオニード・ヤコブソンの振付によりレニングラードで初演されたが限定的な成功しか収められなかった。これはヤコブソンが自分の振付から慣例的なポアントを捨て去ったためであった。本作は1958年にイーゴリ・モイ・セーフ振付によりモスクワのボリショイ劇場での初めての上演が行われた。しかしながら このバレエが最も賞賛されたのは1968年にユーリー・グリゴロービチ振付で制作されたバージョンであった。本作は現在でもハチャトゥリアンの最も有名な作品の一つであり、ボリショイ劇場やその他のロシア及び旧ソ連のバレエ団のレパートリーにおいても結出した作品である。ローマの失聖館クラッススは勝利を収めたばかりの戦いから外戦行列を組んで、 ローマへ帰還する。彼が捕らえた捕虜の中に、トラキアの王スパルタクスとその妻フリーギアがいる。スパルタクスは、捕らわれの身となったことを嘆き、クラッススの内縁の妻たちによるハーレムへ連れて行かれる。フリーギアに苦い別れを告げる。クラッススと側近たちを楽しませるため、スパルタクスは検討上に送られ、親友を殺すことを強要される。自分の行為に恐怖したスパルタクスは、 仲間の捕虜たちに反乱を起こす、よう先導する。逃亡した捕虜たちは、自由を祝う。一方、クラッススは貴族を楽しませるために気前よく、娯楽を行い、その娯楽の中には目隠しをした、剣闘士同士の戦いもあった。魅惑的なエギナは、乱畜騒ぎを引き起こす。スパルタクスと仲間たちは騒ぎを止め、フリーギアを含む奴隷の女性たちを救い出す。 侮辱されたエギナはクラッススにすぐに奴隷兵士たちを追うよう要求する。恋人たちは逃亡を祝って有名なスパルタクスとフリーギアのアダージョを歌う。翌朝、エギナはスパルタクスの野営地を発見し、恋人たちがテントから姿を現すのを目にする。エギナはクラッススに知らせを送り、クラッススは追跡のために兵士を送る。 スパルタクスの軍勢との間に血なまぐさい戦いが勃発する。ついには、クラススの軍勢はスパルタクスを発見し、彼を槍で串刺しにする。スパルタクスの最も忠実な部下たちが彼の亡骸を奪還して運び去り、フリーギアはスパルタクスを失ったことを嘆く。ハチャトゥリアンは1955年にバレエで用いられた楽曲を抜粋、編曲し、 三つのオーケストラ組曲を制作した。組曲第一番、組曲第二番、組曲第三番。これらから適宜は粋する形で、コンサートのレパートリーとして、よく演奏される。ビクター・ユスファビッチ・アーラム・カツトゥーリアン、P217、ニューヨーク、スフィンクスプレス、1985、ハット・ AB、バレース、スパルタクス、バーチャル・ミュージアム・オブ・ザ・グレート・アルメニアン・コンポーザー。 アーラム・ハチャクリアン、2009年4月19日閲覧、ユスファビッチ、P218、ありがとうございます。